追加性。もうずっと抱えて食べてこれ。少年時代についてとなると、小学校時代3年生の頃から、まあ、高校まで剣道を続けたんですが、その傍ら、仲間たちとボールとグローブ、バットを持って小学校のグラウンドで常に駆け歩いてた記憶があります。また近くに町営グラウンドっていうのがありまして、そこで夏になるとプール、うちは近いんで海パン一丁で、プールまで行って濡れたまんま帰ってきたっていうのはよく言ってやって、親に怒られてましたね。正直言えばびしゃびしゃのまま帰ってきちゃうんで、廊下濡らしたり畳濡らしたり、まあ親が仕事してるんで普段はそうそう構ってはもらえなかったですけど、必ず長期の休みになると、野球場、要するに当時の後楽園球場に連れてってもらったのがすごい覚えてて、また常に近所の仲間と夏休みとか春休み冬休みになると朝から晩まで宿題そっちのけで遊んでたっていう記憶があります。それが思い出ですね。剣道の中高の思い出っていうと、中学時代は、顧問の先生が、まあこういうのもなんでしょうけど、どうしても中学校の部活というと素人の顧問が多い部活だったんで、近所の今とあるお店のマスターに指導を受け、なんとか県というか関東まで行けるようなチームにはなれました。その頃体育館というと女子の部活があったんで地味に楽しくできたかなと。で高校行っては、男女共学の学校だったんで、女子の部員もいる上に女子校からの練習試合の誘いがあり、結構いい思いをしたような気がします。辛かった、本当に暑い寒い臭い辛いでしたけど、そのくらいが唯一の楽しみだったのかなと思います。伊東の中川調理学校に1年間、学んで、その当時学校以外にも水戸の駅前にある天正というお店でバイトして、和食の基本だけは教わって、1年経って卒業して東京の歌舞伎町の方にまた新たに修行の場を設けて、行きました。東京というとやはり眠らない街、特に歌舞伎町は本当にお金があったら楽しいとこだったのかなと思いますけど、修行時代であったんで全然もういい思いもできず、ただただ指をくわえて見せただけって感じがします。ただ本当に先輩たち、いい先輩たちに巡り合って4年半その店で修行させてもらい、そこを上がってから八重洲口のお店でまた2年半くらい、若い子を今度育てる方に回って今の大宮に戻ってまいりました。まあ良くも悪くも楽しい生活だったと思います。ゴルフのこだわり、これといって大きなこだわりを持ってないんですけど、残り100ヤードからは3つで上がるってことを常に考えてやってます。プロというか、まあ、昔今でもありますけど水戸グリーンというゴルフ場で、研修生、当時の研修生何人かと、あとはプロと知り合い、そこでいろいろ切磋琢磨して、本当に暇があれば休みのたんびゴルフをして腕を磨いてました。とりあえずは、なんとか半で10まで行き、ベストスコア74というのはありましたけど、今現在は怠けてるわけじゃないですけど、あまりゴルフもできなくなったんで、90前後をうろうろしてます。ただ、
どういうコースに行ってどういう自分がショットを打ってどういう結果があってもコースに当たったり物に当たったりはしないというこだわりだけは持ってます。ソフトボールっていうと小学校のソフトボールチームを、十何年教えてた時に娘が入ってきて、でまあ運動のためっていうかみんなといろいろできるようにと思って凝らしてたのが気がつけば中学校高校と続けてもらって、で中学校高校結構県外遠征があって、仕事の合間に、近くだと福島、栃木、埼玉、群馬、千葉、東京、まあ、ちょっと離れて山梨、関東一円と東北一部を、追っかけさせてもらいましたけど、本当今で思えば彼女娘がいたからあそこまで追っかけられたのかな。もう試合もほぼ何年もレギュラーで出てて活躍もしてくれたんで、ある意味鼻も高かったです。で、中学校も高校も、背番号10、キャプテンをやって、チームをまとめ てくれたんで、安心して見てられました。もう一回、追っかけてみたいなと思いますけど、それは今度は孫の時代で追っかけたいと思います。あ、合わせて。すごいついね。